かりんことしたあかりです。さあ今日はですね、久しぶりにドーンシーンでちょっとお買い物してみたので、開けていきたいなと思います。それでは今日も行きましょう。あかりんの実力動画スタートです。さあシーン購入品しようか。前回やった時は結構美容グッズみたいなのたくさん買ってるけど、今回はいろいろ雑貨とかも買ってみた。じゃあまずはヌーブラ買ってみた。海に行きたいなとか水着を着たいなと思って2個買ったんけど、めっちゃでかいよこれが自己装着ブラっていうなんかシリコンのヌーブラなんですけど、579円で、私 B サイズ買ってんけど、 B でっかかったな、 A でよかった。ちょっと見え張っちゃって、でなんかマンゴー型っていうのもあって、こっちも同じ576円やねんけど、マンゴー型はなんかほんまマンゴーみたいな形やねんけど、こっちはできるかな。でちょっとでかいかもしれん、ちょっと見え張っちゃったな。これは水着から飛び出そうな感じで、 A サイズでよかったです。私ぐらいのサイズの人は A でいいと思う。やっぱな、海外サイズよねこれは。ピエンだピエン。あとは T シャツ買った。ギャルっぽい T シャツが欲しくて、こちらじゃーん、可愛くない？だいぶ生地ちょっとでも薄めやな。もうみんなのこと透けて見えるぐらい、なんか中に着た方が良さそうやけど、でも可愛い。じゃーん、汚れてもいいようなさ T シャツをいっぱい買っとこうと思って、あんまいいの買ってもあれやからと思ってシーンで安くで買ったんですけど、この T シャツは1156円で買えた。ただ結構透け感が黒なのにちょっとだけ気になるかな。あでもそうでもないか、手入れたら大丈夫か。うん、結構でも生地が薄いので下着選ばないとあかんかなって感じかな。そう、これは1065円で買った、ちょっと海とか川とか行きたいなみたいな感じで買ったピンクのタンクトップ。太ももぐらいまであるから水着の上とかに着るのも可愛いやろうし、なんかもう汚れてもいいような服がとりあえず欲しくて遊びに行くような。今年の夏は遊びたいって思ってるんだけど、またちょっとコロナが増えてきて心配やなって思いつつ、そんな予定もないけど物だけは揃えといた方がいいかと思って買いました。続いてこれはニットトップスですね。じゃーん、最近ギャルっぽい服も可愛いなと思って、これはね1091円だったんですけど、これワンサイズでした。短めの T シャツ、デニムとかと合わせたら可愛くないと思って、サマーニットみたいな感じでこう薄いニットなんで、まあ、これもちょっとなんか黒のインナーとか着た方が良さそうやけど、ハートになってて可愛いかなと思って買ってみた。まあね、お仕事とか出る仕事の時はあんまりこういう格好しないんだけど、プライベートで遊ぶ時はねこういう服がいいです。はい、続いてはこちら、セルカ帽みたいなのを買いました。648円で、なんと Bluetooth 機能もついてて、なんかこれボタン電池なんですけど、ここで押せて、まあ、ここで携帯挟んで結構伸びるし、何がすごいってここが三脚になるのね。これは600円で買えたのは結構でかいなと思って、みんなで写真撮る時とかインスタライブするからさ、私こういう三脚ありがたくて持ち運びできるし、こうセルカ帽にもなるしっていうので買ってみました。648円で Bluetooth 機能ついてんのすごくない？シーンさ、服より結構雑貨見る。ちょっと一回ネイルチップも買ってみたくて、これは140円やで、しかも爪やすりまでついててこんな感じ。あーでもなんか写真で見るより結構安っぽいかも。まあもうポリッシュ週生活やからネイルをしないんですけど、ネイルチップシーンいっぱい売ってるから1個買ってみたくて。ちょっとでかいな、自分で削って使うんですね。あでもちょっと見て、なんか結構ちょっと手作り感あふれる感じですね。ちっちゃい時こういうの憧れたよな、100均でめっちゃ買ってたもん自分で削って使えばいいんやんな。やってみてよかったらちょっとシェアしますね。あとは何やこれ、何買ったっけ。夜中にさ買い物をしたわけ、変なもんが入ってそう。あこれあれや、ちゃんとでもケースまでついてんの偉くない？偉くないって言ってもやからやけど。あ、なんで買ったんこれ。なんで買ったん？こうゴムになってて多分こう、つけれんねんな。首からぶら下げられて。絶対いらんかったけど、まあここにつけとくか。なんか多分夜中に買い物して黒とピンクのなんか可愛いもの欲しかったなと思う。忘れた頃に届くからさ。あとはね、これ可愛い。これなんか2つ買ってんけど、友達とかにさ、チン取ってさ、プレゼントしたら可愛いかなとかも
見て、こうチェーンがついてて、ほら写真とかこう入れて、カップルとかこういうのに記念日とかにさ写真とか入れたりメッセージとか入れたりしてプレゼントしたら嬉しくない？こういうのって嬉しいんだって女の子だけなんかな。なんかそういう使い方してねプレゼントしてみるのいいんじゃない？プリクラとか写真とかちっちゃく切り取って入れてプレゼントとかしたら可愛いんじゃないとか思いながら、なんでこれ2個も買ったのかわからないけど、これはね165円だからまあいっかっていうので2個買ってますね。待って、なんか記憶にないぞ。でもあとはなんか取れたし、ゴムやからちゃんとこう引っ掛けとかなあかんわ。これ買う人おらんと思うけど。あ、でもさ、あれじゃない、アイドルのさこう現場とか行くときにさ推しカラーピンクの人とかさ多分すごい目立つで、これライブとかでこういうのつけてたらメイクもやっぱり推しカラーピンクの人ぜひね。雑貨がすごいどんどん増えてきて豊富じゃないし最近。あとでもなんかヘアアクセをねいっぱい買った。まずこれが5個入りで127円の、かわいいで、これお花のピン止め。なんか今髪明るいからさ、なんか買った、何でも許されるかなと思って買ったんですけど、かわいい。これは使えそうやな、普通に動画撮るときとかね。だって127円で5個入ってるからいいよな。あと蝶々も買ったん、蝶々は16個入って54円、めっちゃ安い。ちょっとなんか写真で見たよりちょっとチャッチーかも。でも54円やったらしゃあないよなって感じ。こんなん、これでもこの前生配信の時につけてたやつやで。どっち向きにつけるのが正しいんやろ。こうやな、まあ可愛くないんでもね、これ可愛いよろ。54円、見える54円になんかでも金髪の子とかさハイトーンしてる子こういう髪飾りつけるの可愛いと思う。あとはこういうゴールドピン、これはもう108円で36個入りで、まあゴールドピンはまあ普通に普段から使えるなと思って1個欲しくて、そう、なんでシーンで急に買い物したかっていうとゴールドピンが欲しくて、アマゾンとかやったら高かったからシーンで買ってんけど、そう、もうこういうのはさ普通に、私夏やから絶対浮かれてるわなんかいっぱいつけてたら可愛いかなみたいな感じで買ったんですけど、夏で浮かれてますねいいやんな、浮かれたって。大人になったらどんどんできなくなるんだから。ブラックピンクみたいな派手なピン買ってたわ。これは6個で140円。あ、でも可愛くない？こういうの。この前さ、ほらウェーブ巻きできるさボダナのさコテ買ってたやん。これ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 買ってたやん。この巻きした時に、そう、ちょうど私はヘアアクセが欲しいなって、これでウェーブ巻きとかして可愛いやろなと思って、それでシーンでめっちゃアクセサリーを探してって買い物したんや。思い出した、これ可愛い。いや、アイドルになりたくなるな、こんなんとつけとったら。あ、可愛いあと黒も買ったよ、じゃーん。これは2個入りで、これはちょっと高い、214円。なるほどね、サイズが2つあるわ、じゃーん。キー方ちょっと主張激しない？あ、だいぶ主張激しいこれ NMB キーやわ、これ NMB の衣装さんにあげるわ、誰か使うやろ。こっちやな、こっちやったらいい、元アイドルとして許される。これはちょっと派手、ちょっと派手かしら完全に浮かれてますね、この日の買い物は。これは何？あー、はい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 、買った買った。見て、これなんかブラのストラップみたいなんで、これ101円で、だいたいここがねプラスチックの透明のこうストラップって結構あるけど、これちゃんと金具になってるから、これねアイドル時代もよく使ってたんだけど、金具のやつの方がよくて、何が可愛いって、じゃん、ハートになってんねん。ブラジャーの紐をさ出るの嫌やん、キャミとか着た時に。それの時にちょっと変えれたら可愛いかなと思って買ったんや。そうそうそう、これは結構でも使えそう。ただこれ汗かくとすぐ黄ばんでくるから、結構もう使い捨てと思って買った方がいいかも。アイドル時代はね絶対透明のストラップをつけてたんですよ、ブラジャー見えないようにね。で最後ピアス、これ74円、安っ。ちょっと思ってるよりチャッチーな、じゃーん、ハートのピアス。しかも思ったよりでかかったかも。あ、可愛い、これ74円なんかちょっとギャルい購入費が多かったですね。はい、ということで以上になるんですけど、まあ安くで可愛いなんかピンとかいっぱい買えたし、まあ夏なんでちょっと多少浮かれてもいいんじゃないかなっていう、こう深夜テンションで買ったような買い物が多かったんですけれども、で個人的にナンバーワンはこのお花、硬いけど、これめっちゃ硬いけど、このお花可愛い。しばらく私が動画でこうやってつけて出てくると思いますけど許してください。はいはい、ということで本日は真夜中のシーンの購入品を紹介しましたが、皆さん気になったものありましたか？あとさ、コンタクト収納みたいなのが欲しかったけど、それは売り切れてたんだよね。なんか結構シーンってそう本当に入れ替わりが激しいから、もし気になるものあったらぜひそこを見てみてください。はい、ということで、今日はシーンでの購入品を紹介しました。この動画が良かったなと思った方はぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ではまた次回の動画もお楽しみに。あかりんことしたあかりでした。バイバイ。